東京陸軍航空学校東京陸軍航空学校は日本陸軍の軍学校の一つ。東高校、または東高と略される場合がある。航空兵か現役科士官となる少年飛行兵を志願した10代の生徒に基本教育を行った。1937年12月に設立され、学校本部及び本校は東京府北多摩郡に置き、 生徒数の増加に対応するため1942年10月、滋賀県大津市に大津教育隊を置いた。1943年4月、東京陸軍航空学校は東京陸軍少年飛行兵学校と解消し、同時に大津教育隊は独立して大津陸軍少年飛行兵学校となった。同年9月、さらなる生徒像のため、 東京陸軍少年飛行兵学校は、大分県大分市に教育隊を設置し、翌年5月に大部教育隊は、大分陸軍少年飛行兵学校となった。1945年8月、東京、大津、大分の各陸軍少年飛行兵学校は、太平洋戦争の終戦により閉校した。ここでは、陸軍少年飛行兵学校についても述べる。 陸軍少年飛行兵も三省陸軍の中で特に航空兵科は飛行機の操縦や整備など高度な技能を持つ可視官を多く必要としていた。そのため通常の徴兵によらず教育効果の高い10代の志願者を集学させて養成する要1934年2月に航空兵科現役可視官と試すべき生徒を所沢陸軍飛行学校に入校させた。これが 陸軍少年飛行兵制度の第一期となるが、当時はまだ正式な名称がなく少年航空兵と通称されていた。1935年8月に陸軍航空技術学校が、同年12月には熊谷陸軍飛行学校が開設された。以後、少年航空兵は採用時から学校を分けて技術生とは、 陸軍航空技術学校で約3年間、操縦生徒は熊谷陸軍飛行学校で約2年間、それぞれ教育することとした。1937年6月、昭和12年軍備改変要領が発令された。これは、陸軍の大規模な軍備力可燃計画、1に伴い航空兵力を増強するもので、教育機関も強化され、陸軍主管学校分校、 飛行教育隊にと,ともに東京陸軍航空学校の新設が計画に織り込まれていた。大幅に増加する少年航空兵を3、従来のように採用時から操縦生徒と技術生徒に区分して別個の学校で教育をせずに、まず東京陸軍航空学校ですべての生徒に基本教育を行うことにしたのである。1937年12月、 東京陸軍航空学校令の施行により、東京陸軍航空学校が設立された。学校令の第一条で、東京陸軍航空学校は、熊谷陸軍飛行学校また、リ陸軍航空技術学校の生徒となすべき生徒を、教育、する所とされた。その教育の目的は生徒に対し幹部、四となるのに必要な性格、特装、気概を寛容し、上級学校と呼ばれる。 飛行学校、航空技術学校の生徒に進むために十分な資質を身につけさせることと教育考量で定めた。学校の編成は陸軍航空本部長に連続合うする校長のもと、幹事、六、本部、教育隊、材料省、七であった。教育隊は複数の中隊からなり、各中隊は複数の区隊に分けられ、各区隊はさらに内務班に細分された。 生徒は教育隊に所属し、内務班。東京陸軍航空学校は当初埼玉県、大里郡の熊谷陸軍飛行学校校内に設置された。東京陸軍航空学校令により、同校で教育される生徒は次の通り定められた。生徒航空兵が現役科士官となることを志願する、勝母、八試験の合格者、熊谷陸軍飛行学校、または、 陸軍航空技術学校の生徒となるために必要な教育を受ける。就学期間は約1年、通常毎年2回入校。生徒は通常毎年4月、または10月に入校し、約1年の基本教育中に、本人の死亡と健康状態、適性をもとに操縦、技術、球、通信の文化いずれかに指定され、基本教育が終了すると、 各文化ごとの上級学校に進み専門教育を受ける。学校の開設に先立つ1937年10月、翌年入校する生徒が消防された。陸軍小国示による生徒採用の条件は次の通りである。東京陸軍航空学校生徒消防入校年4月1日時点、10の万年齢で15歳、以上17歳未満。 規定の身体検査に合格すること。学科試験の程度は尋常小学校卒業程度。試験科目は国語、数学、歴史、理科。1938年6月末、水戸陸軍飛行学校及び陸軍航空整備学校の開設に合わせ、東京陸軍航空学校令が改正された。東京陸軍航空学校で基本教育を修了した生徒は、 操縦文化が熊谷陸軍飛行学校、技術文化が陸軍航空整備学校、通信文化が三戸陸軍飛行学校の生徒となるよう改められた。同年8月、東京陸軍航空学校は、東京吹田多摩郡村山村の飛行台後、連帯社爆上跡地に新築された施設に移転した。12月、航空兵科専門の教育を統括する。 陸軍航空総幹部が設立され、同校はそれまでの陸軍航空本部に代わり、陸軍航空総幹部所管の学校となった。1940年4月、陸軍志官兵令、陸軍補充令改正などにより、それまで少年航空兵と通称されていた10代の可視官候補者を少年飛行兵と命名し、制度が整備された。同月、 東京陸軍航空学校令が改正され、同校の生徒は少年飛行兵となることを志願し消防試験に合格したものと定められた。また教育体内に大替を置き、編成を教育隊、大替、中隊、区体、内務班の順に変更した。同年8月、陸軍航空通信学校が開設された。これに伴い、東京陸軍航空学校令が改正され、 生徒は、約1年間の基本教育を受けた後、操縦文化と技術文化は従来通り、熊谷陸軍飛行学校及び陸軍航空整備学校の生徒となるが、通信文化は、水戸陸軍飛行学校に代わって陸軍航空通信学校の生徒となるよう、改められた。1942年10月、滋賀県を打つ市別所町に、東京陸軍航空学校を打つ教育隊が、 設置された。同月、東京陸軍航空学校第10期生徒採用予定者として、東京府下の本校に集合し、入校前の身体再検査に合格して、正式に採用された生徒のうち、約半数となる1,150名が大津に移動した。大津教育隊の編成は、かのひろ中佐を教育隊長とし、本部と五個中隊である。本校同様に、各中隊は、 複数の区体からなり、さらに各区体は内務班に細分された。大津教育隊は通称として大津文校とも呼ばれ、その施設は閉鎖されていた京都、陸軍運営ー病院大津分院11を利用したものである。1943年4月、従来の東京陸軍航空学校令が廃止され、陸軍少年飛行兵学校令が施行された。学校令 第2条で陸軍少年飛行兵学校は東京及び大津におけ区とされ、これによって東京陸軍航空学校は東京陸軍少年飛行兵学校に改称し、大津教育隊は大津陸軍少年飛行兵学校に改編された。改称は従来の学校名が少年飛行兵となるものを初めて要請するものだという点に、 明確を書くという観点からなされたものである。東京、大津ともに学校の編成は陸軍航空総監に隷属する校長以下本部、教育隊となり、幹事及び材料省は置かれなくなった。教育隊内では大隊を廃止し、教育隊長のもとに直接中隊を置く編成に戻した。各中隊は複数の区隊に分けられ、さらに区隊は内務班に細分された。 生徒は教育隊に所属し、内務班内で帰居する。陸軍少年飛行兵学校令により、東京校及び大津校で教育される生徒は次の通り定められた。生徒少年飛行兵となることを志願する消防試験の合格者。宇都宮、熊谷陸軍飛行学校、陸軍航空通信学校、所沢、岐阜陸軍航空整備学校の生徒となるために、 必要な教育を受ける。就学期間は約1年。通常毎年2回入校。同年9月、翌1944年4月に採用される生徒の勝負がされた。詳細は次の通りである。陸軍少年飛行兵学校生徒勝負入校年4月1日時点の満年齢で14歳以上20歳未満。規定の身体検査に合格すること。 学科試験の程度は国民学校初等科卒業程度。試験科目は国語、算数。採用者の年齢加減が満14歳まで引き下げられ、上限は満19歳に変更された。これにより志願者の範囲を広げることが可能となった。また、年齢上限の引き上げは1943年4月から採用者のうち一部を対象として、 基本教育の1年を省略し、陸軍少年飛行兵学校に集合後たちに上級学校へ入校させ、教育期間を短縮する少年飛行兵おつし制度に関係するものである。おつし制度は後に陸軍特別幹部候補生制度へ移行し、2年間で廃止された。1943年10月、軍令陸おつ第25号により、 大分県大分市田の原に、東京陸軍少年飛行兵学校、大部教育隊の編成は、金岡正忠大佐を教育隊長とし、本部と五個中隊である。各中隊は、生徒約180名を四個区隊に分け、さらに各区隊は二個内務班に分けられた。同月、少年飛行兵第17期の通信要員となる、生徒約900名が入校した。同教育隊は、 西部第69部隊の兵衛跡地を利用して設置された。1944年4月、大部教育隊に少年飛行兵第18期生徒約1000名が入校し、生徒数の総計は約2000名、教育隊の規模は10個中隊に増加した。同年5月、軍令陸を図第26号12が施行され、 東京陸軍少年飛行兵学校大分教育隊は大分陸軍少年飛行兵学校に昇格した。これで陸軍少年飛行兵学校は3校となり、前日軍令陸奥第26号における編成上の生徒定員は東京校3000名、大津校3000名、大分校2000名であった。1944年太平洋戦争の戦況悪化により、 陸軍では、航空関係の大量増員が必要とされていた。8月、翌年採用される陸軍少年飛行兵、学校生徒消防がされた。採用資格は、入校年の4月1日時点の満年齢が14歳、以上18歳未満で、身体検査と面接交差だけで合否を決定し、学科試験は行われなくなった。1945年4月、 本土決戦に向けた航空総軍の設立に伴い陸軍航空総幹部が閉鎖された陸軍航空本部領下三直令が改正され陸軍少年飛行兵学校は当分のうちという条件で陸軍航空本部の管轄する学校となったまた陸軍少年飛行兵学校での基本教育を終了した生徒が進む上級校は航空師団航空教育団 共同航空通信士団に軍隊化された13。同年8月、日本政府はポツダム宣言の受諾を決定し、8月15日に太平洋戦争の終戦に関する玉音放送がされた。8月18日、全陸軍は与えられていた作戦任務を解かれ、東京、大津、大分の各陸軍少年飛行兵学校は同月中に閉校となった。 学校の根拠となる陸軍少年飛行兵学校令は同年11月13日施行の陸海軍の復員に伴い被扶養とためルベキ直令の廃止に関する件により廃止された。閉校とその後の陸軍解体によって東京陸軍少年飛行兵学校の跡地は農地として払い下げられ1966年に都営住宅村山団地となった。2016年9月 跡地の一角に関連資料を展示する、武蔵村山市の歴史民俗資料館文館が開設された。その他立川市砂川町には、東高通りが存在し、東京陸軍航空学校の通称を残している。大津陸軍少年飛行兵学校の跡地には、滋賀県立大津商業高等学校、三子山陸上競技場などが建設された。 東京陸軍航空学校で行われる教育は、同校の生徒教育綱領で定められた。教育の目的は、幹部たるに必要、なる性格、特奏、着替えを寛容しかつ、熊谷陸軍飛行学校また、派陸軍航空技術学校生徒たるの資質を付与することにあるとされ、訓育を基調とした。教育過程は、訓は、学科、十科からなり、 学科は普通学と軍事学に分けられた。東京陸軍航空学校生徒教育考量で定められた教育課程は次の通り。訓和学科普通学軍事学十科軍事学のその他項目にある軍隊教育令第三十四項とは十科に伴う天令班十六のうち必要な事項を了解させること及び教育の程度に応じ陸軍礼シ軍隊内務、 衛生法及び救急法、赤十字条約などの所要な事項を教授することである。訓話は生徒隊の中隊長が基本的に毎週実施するもので生徒の精神生活の指標とする。普通学は文官教官が担当し、軍事学及び実科は武官教官が担当する。他に下記遊園演習を実施し、健康の増進と心身の鍛錬を図ることが、 定められていた。1938年9月、生徒教育綱領の改正により普通学から修身が除外され、変わって歴史が取り入れられた。生徒は教育隊の内務判内で寄居する。修学のために必要な兵器、被服、図書、器具、消耗品類は学校から対応または支給された。生徒の着用する制服は一般兵の軍服とは、 様式が異なり、一目で陸軍生徒であることが認識できた。東京陸軍航空学校における平日の日課はおおよそ次の通りである。5時30分、気象、日朝天候体操、掃除。6時40分、朝食、自習。8時、服装検査。8時15分、学科教育。十二時、昼食。十三時、十課教育。 15時15分、適宜運動。17時、入浴、夕食。18時30分、自習。21時、比喩点呼。21時30分、消灯。生徒は、平席、17に返入され、手当金として、日曜日には、外出が許されるほか、学校令、第29条により校長は生徒に、 毎年3週間以内の休暇を与えることができた。1号軍備計画と通称される。飛行教育隊とは、航空兵舎の初年兵を集め、軍人としての基本教育を数ヶ月間行う部隊のこと。後に、航空教育隊に解消される。陸軍航空士286から287ページ、操縦生徒だけでも1936年の年間、約100名を、 約480名へ増員する計画であった。陸軍航空士304ページ陸軍では、下士館からが部隊の幹部とされた。冷族とは固有の上級者の指揮監督下に入ること。単に指揮系統だけでなく、投与、経理、衛生などの全般に及ぶ。帝国陸軍編成総覧第1巻61ページ。陸軍の諸学校における漢字は事実上の、 副校長である。材料省とは、機材の修理、補給、管理などを行う部署のこと。勝負とは募集のこと。陸軍では勝負の表現を使った。主として、整備を行う文化を技術と呼んだ。改正された、陸軍諸学校生徒採用規則第72条では、入校年の3月31日を基準としているが、 消防告示の内容では4月1日が基準となっている。同地が京都陸軍運営受病院分院となる前は、不評第9連隊兵衛であった。軍令の名称は、陸軍航空小学校、陸軍気象部等臨時編成要領。ここでいう軍隊とは、陸軍全体を、軍隊、艦が、学校、特務機関の4つに類別した場合の1つ。司令部を含めた、 師団等や部隊の総称と考えてよい。陸軍特本52ページ、教育考量原文による。飛行教育隊は航空兵科所年兵を集め、軍人としての基本地上勤務教育を数ヶ月間行う部隊のこと。後に航空教育隊に解消された。音響通信とはモールス信号通信のこと。天霊班とは陸軍の基本的教本である装填。装典。 協量、共犯の総称。具体的には、航空兵装填、作戦用無礼、体操共犯、電信共犯、など多数がある。日本陸海軍総合辞典720ページ。兵籍とは、軍の構成員である身分のこと、軍人と生徒に分けられる。ありがとうございます。